ライダーゲット勝負です。TWF のベルトも取った実力者、さあ中田リューリングアナウンサーに一撃、タイガー・ジェットシーン、アブドール・ガブッチャーも鶴田康の方に虹寄りましたが、鶴田康の方はすでに臨戦態勢に入っております、事なきを得ております。さあこれが康であります。 V2 のチームはこれまでいません。ジンクスを破りますかどうか。そしてジャンボ鶴田、5回の優勝は最多優勝記録保持者でもあります。さあ突っかけました、突っかけました、タイガージェットシンが突っかけました、そしてアブドールガブッチャーが突っかけました、ジャンボ鶴田がアブドールガブッチャーに場外に放り出されました。さあさあこれがブッチャーと鶴田であります。さあ鉄柵攻撃、まだゴングが打ち鳴らされた、今なりました。30分の一本勝負、セミファイナル公式戦であります。とにかく5チーム全てに優勝のチャンスがあります。しかしこの鶴田やつみが優勝のためには引き分け、両者リングアウトではダメです。2点が欲しいんです。そして16点にしておかなければなりません。メインイベントを睨みながらの戦いということになります。野間さん、しかしこのブッチャー戦は常に両者リングアウトの危険がつきまといますよね。そうですね、このリングアウト勝ちをするということを狙わなきゃいけないですね。ピンホールは馬場さん難しい。そうですね、ということになりますね。さあその辺より一層のこのコンビネーションが必要だ。アブドールダブッチャーショルダータックル、空手のポーズ、気合が入っています。序盤戦このかき回しながらも超えて成功ホーダー、アブドールダブッチャー。さあ今度はフェイスロックかフローコーン撃か、アブドールダブッチャーヤツを捉えました。馬場さん、この公式戦ブッチャー新組と当たりまして、まあ、この前回の札幌大会残念ながらこの本当に痛い両者リングアウトに終わったんですが、戦ってみてブッチャー新組どうでした？非常にあの、はい、2人アンバランスになって、ね、バランス取れてるんですよね。と言いますと小倉京です、ブッチャーはねじっとしてますでしょ、はい、動くようですけど割と動かないんですよね、じっとしてるんですね、なんか省エネスタイルというか、はい、何もやらずに行くことでずっと動き回ってる楽しいんですね。なんでね、2人ともレッスンやらないでしょ、はい、だからここのところがよく似てるんですけどもね、このシーンが実に海外意識ブッチャーを盛り立てています。レッスンをやる、と思ったっていうのはこうやってあの後ろに回って攻めてやろうと思ったっていう、はい、その彼らは乗ってこないんですよね。乗ってこないっていうのもできないんですよ、なんかまあブッチャーなんかだったらでしょう、ジャンボやつなんかあのなんか一つね大技を仕掛けてね、はい、頭をその打たなきゃいけないですね。なるほど、鶴田にはバックドロップがあります。それからヤツにはジャーマンスープレックスホールドがありますが、そこまで持ってくるかどうか。ブッチャーにジャーマンスープレックスが帰って自分で自分でしちゃうんでしょうからね。ジャンボ選手はこの1回、このブッチャーを投げたことがあると話していました。この足攻撃、馬場さんこれはどうですか？巨体のブッチャーにいいですけども、こうやってやっぱり防がれてしまうでしょう。そうですね、地獄好きですぐ流れを止める。そして、ヘッドバット、アブドールがブッチャーのヘッドバットです。さあスタミナ温存、スタミナ温存、速いタッチワークでジャンボ鶴田につないだ。ジャンボ鶴田、アブドールザ・ブッチャーに注文をつけた。さあアブドールザ・ブッチャーもだんだんと光り輝く目で鶴田を見合っております。まあ正面から言っても難しいか。馬場さんはシン・ブッチャー組で対戦しましたけど、シンに的を絞りましたよね。いや的を絞ったというよりも、ね、やっぱりあの攻めるのはね、シンを攻めた方がですね効き目ありますからね。なるほど、この辺りアブドールダブッチャー余裕のポーズであります。どこからでもかかってこいとばかりにニヤッと笑いました。ヘッドバット腰の辺り、そしてタイガーデッドシンにつないでいきます。馬場さんが特別試合でしたが見せました、このアブドールダブッチャータイガーデッドシンに、特にブッチャーに見せました顔面へのチョップ、ああいう何か一工夫も欲しいですね。そうですね、ジャンピングにこうやってもやっぱりシンでも一つ技を超えて相当出ますよ、はい、これはやっぱり、まあ、彼らはそのこういう選手にうまいと言っていいのか悪いのか分かりませんけどね、その技を仕掛けられないようにダメージを切ったら、そうですね、受けたらその技を仕掛けられないように外に出ていってしまう。ここのところはね、非常にその、はい、ずるいというかね、うまいというか、ね、逆に言いますと鶴田なんかの攻撃は単発になってしまうと、そうなんです、連携ができなくなってしまうということになってしまいますね。馬場さんと木村選手の16問とラリアットの合体プレーの時にも、あの時もロープ際、そして場外戦を連れ込んでしまったというね、そういう流れでした。実に巧妙です、百戦錬磨のタイガージェットシーン、無駄な動きがありますが、さあそして今度は
足を取りに行きましたか、タイガージェットシーン。さあこれも腕しに逆十字、馬場好きなんだ鶴田、腕しに逆十字で返していきました、ジャンボ鶴田であります。さて馬場さん、このジャンボ鶴田は自らこの優勝の十字架を貸して背水の陣といいますか、ベルトを返上いたしました。これはどういうことなんですか。ベルト返上するったってね、最強タッグですからね、世界に一番強いチームを決めるということですからね、当然その彼らはもうこのシリーズに最強の人はやっぱり巻かなきゃいけないベルトですからね。なるほど、それを受けまして、世界最強タッグチームが世界タッグのベルトを巻くべきと、このロードプレイヤーズ会長に報告、そしてこれが認められまして、そして、来年以降、最強タッグレースの前にはこのチャンピオンがベルトを返上して、そして、このタッグマッチ決定リーグ戦に勝ったチームが、チャンピオンになると、タッグチャンピオンになるというふうになっています。そうしますとこの最高タッグのレースの他にこのベルトの行方という楽しみも加わってくるわけですね。そうですね、はい。さあワールドタッグベルトを巻くのはどちらか、ブッチャーチームか、あるいはこの五輪コンビか、はたまた天竜同盟か。さあブッチャーがはたまたハンセンゴディか、ブッチャーが距離を取っているぞ。さあダグライナーエルボー、これが今シーズンよく冴えているんです。今日も見せました毒針、アブドールナブッチャーであります。さあそしてクローコン駅、クローコン駅です。ベルトは預けただけだ、武道館で返してもらう、このように言っています。八吉明、あるいは返上してゼロからチャレンジ精神でいきたい、前向きの返上だという八吉明。さあクローコン駅に捕まっています。札幌の特別試合の時には馬場さん、このブッチャー氏仲間への兆候もちらっとこの馬場さんが木村さんのインサイドの脇に翻弄されて見えたんですが、どうでしょうかね、ついに最後まで来ちゃいましたね。このままどうやらこの最強タッグ決定リーグ戦レース、結束の固さを誇示しながらレースを戦い終わりそうであります。このブッチャー氏もですね、我々にその今までと違って優勝というか勝つためにその我々に研究してるんですよね。今までは試合をぶち壊してしまえばいいというような感じだったんですよね。そうですね、ジャンピングにいいです。今日は途中から完全に成功法に切り替えています。アブドール、おー持ち上げた、八吉秋ボディスラム、アブドールがブッチャーを持ち上げました。いやこのゴディには潰されるかもしれないよという馬場さんの話もありましたが、あ飛び道具ドロップキックであります。もしかするとジャーマン、あるいはこのジャンボツルトの気迫のバックドロップが出るかもしれません。さあチョップを打っていくモンキーフリップ、モンキーフリップです。こうやってね、やっぱりどんどん投げていけばね、ブッチャーも弱ると思うんですね。自分が体重がありますからね。さあしかし、あこれです、これで動きを止めてしまうんです。狂気か、あるいは地獄好きで動きを止めます。野田本、あの地獄突きを受けると馬場さんどんな感じですか。やっぱりね、一発二発はね、急所ですね、はい、さあ連発されると怖いぞ。さあタイガーデッドシンの今度はストッピング攻撃、そしてタイガーデッドシンも地獄突きを見せております。さあ対角線か、ヤルオープンに振った小村クローか、トーキックであります。トーキックジャンボ通算動きが止まった。そしておっとおっと、これはジャンボのカボルバニオが、カボラツイスト、カボラツイスト、タイガージェットシーン、中丸の様子はない、中丸の様子はない。さあジャンボツルタを捉えた馬場さん、アウト、ヤツが勝ってます。これはうまい、これはうまい、ヤツが今日は非常にいいバットを見せています。しかしヤツにもパンチ、タイガージェットシーンであります。このシリーズを通してツルタヤツの動きというのは、馬場さんは30分のドローをやっていますが、どうご覧になりますか。馬場さんもう卒がないですよ。卒がない、そうですか。ただね、彼が、僕らがやった時にですね、はい、やっぱり何か侍みたいなものがあったんじゃないかと思います、ね、なるほどね。さあこの試合ではどうでしょうか。さあ4試合リミダルかぞ、4試合リミダルかぞ。おそぼすき、アブドールナブッチャーがヤツを投げ捨てました。アブドールナブッチャーがヤツを投げ捨てました。ご覧の状況であります、ご覧の状況であります。ヤツの野田元にクロークを置き、アブドールナブッチャー、さあヤツのスタミナが心配だ、ダメージが心配だ。向こう側では同じようにタイガーグッドシンがジャンボツルタを捉えた。鉄柱、逆にシンを鉄柱に当てた。そしてこれはアブドールナブッチャーとヤツヨシアキだ、アブドールナブッチャーとヤツヨシアキだ。さあジョー・フルチとカウントが進む。さあ後頭を払
ようにリングアウト勝ちが拾えるか、冷静になる、冷静になる、ジャンプを作った、引っ張る、アブドールがぶっちゃ、体が入った、ファンも入った、しかし、ブッチャーが上がってくると、おっと、ブッチャー上がれません、まだ半身です、ゴングが鳴らされています、正式裁定はまだ聞こえてまいりませんが、ジャンボ鶴田、おそらくリングアウト勝ちを拾ったんではないでしょうか。さあ、あっと、競技口が、おっと、アブドラがブッチャーの今、首を下げまして、ジャンボ鶴田の両手が上がった、さあ、怒ったタイガー・ジェットシン、あやつに恐怖攻撃であります、ジャンボ鶴田、リングアウト勝ちという今、コールがありました。さあ、そして、ジャンボ鶴田、八吉明、2点、ジャンボ鶴田、八吉明。2点を入れました。これで得点が16点であります。ブッチャー組は14点で終了、ブッチャー組は14点で終了いたしました。従いまして、ジャンボ鶴田、八吉明、まだ優勝の可能性が十分にあります。さあ、この後はいよいよ優勝のカッター大一番、天竜対グミ対ハンセン組のメインイベント、どうぞご期待いただきたいと思います。鶴田組にもまだ優勝の可能性が十分にあります。戦いの殿堂日本武道館、いよいよ88世界最強タッグ決定リーグ戦闘技を飾るビッグカード、リーグ戦最後のカード、天竜組対ハンセン組が始まります。もちろん優勝のかかった対戦です。両軍団の試合前の表情をまずご覧いただきました。さあ、天竜源一郎、川田俊明チームの入場だ。天竜川田の新天竜同盟、どうしても今夜勝ちたい。あの雪の札幌決戦で優勝候補筆頭の五輪コンビに勝った勢い、戦力ダウンと言われながらも優勝戦線に堂々食い込んできた勢い、今夜こそ天竜同盟の総決戦だ。天竜川田の闘魂が五体に溢れています。天竜川田、合同入場。スタン・ハンセン、テリー・ゴディの入場の前に、試合前の豪華なセレモニー、イベントコンパニオンによりまして、天竜川田組に豪華な花束が贈られました。さあ、ハンセン、テリー・ゴディだ。ハンセンの雄たけびが修羅戦場の開幕を告げています。いよいよこの88年世界で一番強いタッグチームを決定する戦いの始まりであります。ハンセン・ゴディ、アメリカ代表、何かこの2人を見ておりますと、確実に相手を倒すことにのみ凝縮されたメカニズムを感じます。一切の戸惑いもなく生命を出す破壊力、銃のように脳かけ血を吐い獲物を探します。まさしく戦闘軍団だ。鍛え抜かれた肉体ならではの技、ターミネーターか、コマンドか、それともはたまたゴリラか。ハンセン・ゴディ、優勝を確信しての登場。15点、ハンセン・ゴディ。決定リーグ戦30組ポジションを行います。ラオコが295ポンド、テリー・ゴディ今乗りに乗っています。ゴディ最高のコンディション、テリー・ゴディ今年の全日本は天竜源一郎。さあ、先ほどの鶴田組対ブッチャー組の対戦、鶴田組がブッチャー組にリングアウト勝ち、勝って得点16点。従いましてこの勝負、ハンセン組勝てば17点で優勝、天竜組勝てば16点で鶴田組と同点決勝という展開。そして時間切れ引き分けの場合は16点同士、ハンセン組対五輪組の同点決勝もあり得ます。解説はジャイアント馬場さんでございます。今年の世界最強タッグは開幕から非常に波乱に富んだリーグ戦でございました。それぞれのチームが山を越え谷を越え終着地に迫ったんでありますが、いずれのチームも獅子奮迅の活躍ぶり、中でも注目この川田だ。
この川田、男になった川田。さあ川田対テリーゴディ、この体の大きさほど違いますけれども、川田が大きく見えるんです。馬場さん、川田が本当にこの一人前になりましたね。そうですね、対馬場戦の対戦の時には馬場さんにどうですか、過激なこの張り手を見せましたよね。そうですね、そのね、ああいうことがね、できるかということをね、その試ししたらね、やっぱりやりましたね。やりましたね。確かにね、先輩だからとか、僕ですからね、その張り手をということはね、僕まさか考えていませんでしたね。そういうことはね、やっぱりできるようになったということは進歩でしょうね。一皮向けた川田。さあテリーゴディからスタンハンセン。さあスタンハンセンの体にこのキックが通じるかどうか。実は左足のキックはもう本当に辛いんです、痛いんです。しかし泣きません、男川田、男川田であります。左足のこのくるぶしのあたり、それから胴のあたりはもううっすらと腫れ上がっております。本当に痛々しい表情の川田でありましたが、しかし俺の蹴りは下手なんだ、しかし思い切って今夜は行くぞ、こう言っております。川田俊明、さあスタンハンセンに、さあ、今回転エビを見せました。まさに大型スタンハンセン、この不沈艦スタンハンセンに堂々と挑んでいます、この川田俊明。しかし川田が捕まってしまいました。鉄柵攻撃、体の大きさは 力ありますからね、その力をね、その自分のスピードをね、今小さいからスピードを出して対決しようとするんですよ、余計に振り回されちゃうんですね。ですからもう帰ってのんびりと言っちゃうか、ゼレッとした方が帰っていいんですがね。そうですか。しかし気持ちの上では気が流行ってますよね、馬場さんね。やっぱり動きが速くなりますよね、川田の動きが止まったが、ここでスペーゲーク当たりが赤のセンターを捉えた。アルバイスがテリーゴディ、うまい体。そしてさあ天竜がいくぞ、天竜組14点、逆転優勝なるかどうか。天竜源一郎、川田俊明、相手は1点上、スターハンセン、テリーゴディ15点、勝てば天竜16点で優勝、もちろんハンセン組勝てば17点でトップを取って優勝であります。さあ天竜はハンセンにもゴディにも自信を持っています。この優勝戦は天竜個人の戦いでもあると思います。がっちりと組んだ、ヘッドロックに取った、腰を下げた、膝を開いた天竜。さあいい形のヘッドロック、体で押しまくるテリーゴディ衝突、タックルは勝ったぞ、次なる技は何か、なんだ、キックだ、キック1番天竜、いずれも自信がうかがえます。ハンセンゴディに勝てば天竜同盟の意識を、そしてこの勇気をさらに本人自身が感じることでありましょう。ブレンバスターも勝っている天竜であります。同盟の火は赤々と燃えています。このリーグ戦、あっと今度はテリーゴディ195センチ、130キロが飛んでまいりました。馬場さん、テリーゴディが非常に注目されてますよね、ハンセン軍団は。そうですね、もうあのコンディションを作ってきましたね、今日もへこんできましたしね、さあこの動きのいいテリーゴディから王者スターハンセンにつながれました。スターハンセンのキック、キック、1ダース打って放送席の目前、さあ逆転勢だ、頭を掴んだ、髪の毛をむしり取るようだ、天竜を高いジムの中に引きずり込んだ、力対力の対決、スターハンセンが大きく左手を取って何でぶつかっていった、アメリカフットボールタックルか、ショルダースルーで取った、エボー一発で逆転、首を取った、スター対2、すごい勢いです、キャメルクラッチ。さあスターハンセン、今日のスターハンセンの出来は馬場さんどう思います？すごいですね、すごいですね、気が入ってますね、はい、まさに震える鎮冠スタンハンセンと言っていいかもしれません。ハンセン対天竜、あえて馬場さん、この勝負を今見ておりますと、この宿敵同士からピフォールを取りたいというような両者の気持ちのようですね。それはそうでしょうね、本当ですね。さあ今度はそのスタンハンセンからテリーゴディであります。うまさが出てまいりました、このテリーゴディ、テリーゴディのパワーボム、元祖パワーボムと天竜のパワーボムとの比べ方もファンの皆様、見比べていただきたいと思います。張り手の争い、張り手の争い、天竜は相撲で培ったこの張り手があります。今勝ちました、今度はパワーボム、パワーボムが残った、打った、キック、キック、痛いとは言ってられない。テリーゴディをロープに来ました、フライングボディアタック、二次投球のフライングボディアタック。しかし体は現在108キロの駒が、川田の力では一発でかわされてしまいます。パワーの差というんですかね、馬場さん、ですからね、このレスリングはね、体が大きいということがいかに有利かということがね、つくづくお分かりになると思いますがね。本当ですね。しかし川田はこのリーグ戦で、攻撃の負荷だけではない、今スターハンセンの猛攻から、また逆
手、蹴るか、プランチャーに行くか、男度胸だ、川田、プランチャーか、飛んだ、当たった、スタンド線のライターに真正面から当たりました。すごい川田であります。川田の成長、本当に目を見張るばかりであります。川田をさらに美しく輝いてほしい。そして熱く高く舞い上がってほしい。川田のプランクスを掴んで、また力、パワーの差が見られるかどうか。しかし川田は先ほどもちらっと触れましたけれども、攻撃の幅だけではありません。おっと、天竜がチケットに寄ってまいりました。うわー、反戦の顔面に遠慮会釈なく。さあ、天竜が顔面攻撃を見せました。凄まじいキックの3連発、これで川田有利になるかどうか。これが天竜の表情であります。さあ、この川田、また打っていく。この後、おそらく付け込まれる隙があるかと思いますけれども、川田の今度は、この、なんて言うんでしょうか、忍耐力、持久力のついたディフェンシングの、レスリングも美しく輝きを増しています。それも見てもらいたい。さあ、スターハンセンの猛攻を受けています。本当にあの五輪コンビの時には馬場さん8分間耐えに耐えましたね。そうですね、本当にこの体も一回り大きくなったと言われております川田俊明、本当によく頑張りました。持久力、耐久力、これさえつけばもう本当に一人前であります、川田俊明。さあ、このリーグ戦の本当に新風を吹き込んでくれた、男、これが川田と言いましょう。さあ、テリーゴリー、ブロックバスター、強烈なブロックバスター、体重があります。135キロ全体重を乗せました。そのまま覆いかぶされます。テリーゴディの表情はもうまさに自信満々、いつでも川田を取ってやる、こういう自信の表情でありますが、心配そうなこの男天竜がちょっと心配そうに川田の動きを、見ておりました。さあ、川田行き換えるか、なんだ、ダリアット、川田ダリアットの第1弾、いいところで天竜につなぐ。さあ、ダリアットの変態光が見られるかどうか。合体殺法も非常に上手くなってまいりました、天竜川田。さあ、相手をテリゴディを打ち立って、サンドイッチの、キックだ、キック構想しました。特に天竜の円錐切りが当たっている。顔面攻撃は川田だ。最後のダブル攻撃、今どうでした？いや、素晴らしいですよ。もうちょっと真ん中でやればね。はい、そうですね。川田の、ね、動きはその非常に小さいながらも、まともに当たっていくでしょう。はい、それが素晴らしいですね。そうですね。再び今度は天竜が助走をつけての左のラリアット、相手の顔面をかち割るような、そういう勢いが感じられます。さあ、ネックフリーカードロップだ。天竜、勢いが増してまいりました。天竜であります。どうしてもこの、優勝候補の筆頭のハンセン・ゴディを破って16点でトップに立って優勝をもぎ取りたい。優勝すれば逆境に強い男の天竜の証明になります。今夜も大きな何かファンを圧倒するような何かを見せつつあります。その天竜であります。さあ、いい表情をしている天竜、濃い眉、射抜くような鋭い目、この鋭い目はハンセンよりもゴディよりもこの重厚な光を放っています。その天竜の、光り輝く目であります。首4の字に取りました。寝技での展開であります。ここまでの流れをご覧になりまして、馬場さん、どうしても勝ちたい天竜川田組ですけれども、勝つための最大の手段は何だと思いですか？そうですね、やっぱり一人を外に置いて一人攻めですね。まあ、やっぱり理想を言えばハンセンを外に出してですね、ゴディを二人でね、ラリアットもう何発でもいいと思うんですね。なるほど。今度はハンセンが天竜の熱い胸板にチョップを6発に舞いました。やはりハンセン、ゴディが狙っているのは川田でしょうね、馬場さんね。まあ、そうでしょうね。はい、ペリゴディが助走をつけたの人間魚雷ラリアット、すごい勢いだ、ね、勢いがね、もうこれ3階にいるお客さんにまで聞こえるでしょう。いや、この音が ね、 いや、こういう音がね、やっぱり川田にも出るようになりましたしね、その一発目は作ってもね、彼は倒れませんからね、音の出る川田ラリアット。そうですか、馬場さん名解説。さあ、今度はスターハンセン、日曜だ、天竜の左のラリアット、顔面をえぐったぞ。さあ、しかし打った天竜の方もちょっと辛い表情を見せています。何しろ逆境に強い男であります天竜。天竜のここまでの戦績でありますが、ババ組、ブッチャー組に負けました。鶴田組、タイガー組にリングアウト勝ち、あとは順当。天竜としては、リーグ戦3度目の優勝、同盟結成以来初優勝ということになります。一方の今有利なハンセン組でありますが、ブッチャー組と0点試合、鶴田組とフルタイム時間切れ引き分け、ババ組とリングアウト勝ち、そしてハンセンが勝ちますと4度目の優勝。ゴディとはもちろん、去年に
続いてのリング戦に参加でありますが、初優勝になります。さあ落ち着いた表情の天竜がまた逆水平を打ってまいりました。わあ、三半線もよろめかせます。強いぞ強いぞ、天竜の逆水平チョップ。さあ今度は2プラットフォームの攻撃に出てまいりますが、さあ反対1点のコーナーにやっと当たった。場外ゴーゴーとの声援、またキック、3発4発1発2発5発6発10発11、やーっと報道打ちます攻撃。川田の頑張り、馬場さんどうです？いいですね、もうやめないチョップがいいですね。いやー本当ですね、大きく伸びましたね。あのフットルースのパートナーの空気が右利きも言ってましたけれども、川田のこのリーグ戦痛々しいファイトだったけれども、外人軍団とやっても大きく見えたとこう言ってありました。パートナーの空気も褒めたたいておりました。この川田であります。さあ川田コール一勝、感動的です。川田、この感動的な声援に応えることができるか。立ち上がったと川田、大きく深呼吸一番、しかし青木俊樹、ここは頑張るところ、ジャーマン、やったジャーマン、やった達成か、ダメ、ハンセン、軽く足を出しました。思い切ったジャーマンスープレックスホールド、超満員日本武道館、すごい勢いでお客様が暴れ回ってまいりました。興奮の状態、お客様もこの4人の選手と同じようにこの寄っています、レスリングに寄っています。ラリアット、三半線のラリアット、あー天竜が決勝オーバー、すごいラリアットです。さすがに半線のラリアット、ちょっと心配、天竜頭大の字、天を向いています。追いかけるか追いかけるか、リングアウトがしてももちろん優勝だ。ハンセンが追いかける、あ川田を捉えた、川田も完全に体を丸くしていますが、膝をかばっている、膝をかばっている、左の膝であります。左の膝は本当に痛々しい。全国22会場いずれも我慢忍耐の勝負でした。川田、今度は天竜を一歩一歩リングサイドに呼び込んでおります。さあこれが天竜、顔面を覆っています。やっつけられているのが川田、この控え室では倒れ込むように体を横たえました。川田、それから宿舎では、まず痛めた足を冷水で冷やすことに1時間辛かったと思います。最後まで頑張ってほしい。天竜を引っ張り込んでまいりました。勝負の相手は天竜であります。川田は場外で伸びたままです。さあ一人相撲になってしまいました。天竜一人相撲、さあここは頑張りどころ、これが川田俊明であります。帰ろう川田、帰ろう川田、帰って勝ってタイトルフィーを胸に抱いてほしいと思います。リングの上、今度はテリーボディ、思い切ってのしかかった。天竜も、天竜もかなり打たれている。小川さん、天竜のダメージ正直なところどうでしょう？ラリアットよく見えませんでしたね、はいはい、の犯罪のラリアットを使われているね。さあテリーボディが猛烈区間にキック、あ1回行った川田が3年生を場外で誘っています。しかしこれはあまりしない方がいいでしょう。あ狙っている、左のサポートを剥がした。あギロチンドロップはリング上、天竜危うし、優勝は遠のいたか。さあボディゆっくりと押しかかった、のしかかった、カウント2まで来た。天竜ピッチ目が打つろ、さあ天竜がここで最後の馬力を出していくでしょう。リングの外では川田がもう反戦にめった打ちにされている。また蹴られた、また蹴られました。あっとトランクスが破けたようです。いやー破けたようです。さあ大変だ、天竜もう少し頑張ってほしい。ダリアット、人間じゃない、いやすごい馬場さん、ダリアットですね今のは。そうですね、まだね、早いでまだ天竜頑張るでしょう。そうですか、さあ頑張った。場内高校から声援、14点の天竜、15点の天竜で、さあここは頑張りどころだ天竜。さあ瞬間的にきらめく男、スパークマンの異名を取る天竜、光り輝いてほしい。今度は反省が出てきた、もう少し天竜を痛めようぜ、どういう作戦。さあ天竜コール一色、日本同感、あータックル、もういやヒットボールアタック、ダブルで見せました。バンジックス来ますね、来ますね。馬場さん合わせて275キロですよこれが飛んでくるんですよ馬場さん、そうですね、スピードがありますからね、はい、そうですね。さあここでアウト2で天竜がまた跳ね返していきました。何かを見せてくれるはずだ天竜、最後の最後、今年最後の勝負だ、勝って優勝、勝ち取りたい天竜、エンジンだろう、わーおっと水平チョップ、チョップチョップ、手先にチョップ、テリーゴリー後ろから行く、羽がいじめ、あーおっとこれうまく離れた、うまく離れた。さあおっと今度はエルボー落とした、スタンハンセンエルボー落としました。猛烈果敢に攻め込んでくる、まさにこのスタンハンセンの攻め、すごいスピードがあります。2位落とした、期待がバレそうだ。
そう、今度は外、川田が捕まっている。さあ天竜捕まった、スターハンセン、カバーだ、カウント2。場外では川田がやられている。テリーゴディにもノーダーを振っている。トランクスがもう完全に破けました。左の膝がむき出し、カバーだ、リング上も心配だ。天竜も相当耐えている。これがカバーだ、左の膝むき出し、相当ダメージを受けているぞ。スライドの頑張れ、カバーだ頑張れ。リングの中、天竜、天竜にパワーボムか、天竜にパワーボムか、ハンセンのパワーボムか、それとも脳天空打ちか、脳天空打ちか、パワーボムか、脳天空打ちか。踏ん張れ天竜、天竜踏ん張った、リバース、リバース、それが来て返した。はい、今度は正面にはテリーゴディがいます。まさにもう川田がどん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 攻め込んでくる怒涛の勢い、ハンセン・ゴディ。さあ今勝負が15分が経過したところであります。なるよね、ハンセンたちのチャンプですからね、耐えれるかどうかですね。膝を随分痛められてますからね。いや本当ですね、そのまま天竜が頑張ってる時間を稼いでいると思いますがね、はい、こうやって2人でやられてしまうと、天竜も頑張りきれなくなってしまうんじゃないかと思います、ね、天竜の死体が割れてしまいましたね。今度はハンセンが外に回った、またまた椅子を取ったぞ。さあカバーボム、さあ天竜が沈みそうだ、カバーが間に合ったが、カバーが行く、さあ沈みだ、沈みだ、カバーが飛び込んでまいりました。天竜の顔面は割れています。カバーが飛び込んでまいりました、助かった。天竜行き返れ、天竜行き返れ。カバーが猛烈に飛び込んでまいりました。スタンハンセンも一発でカバーをまたひっくり返しました。試合の権利のあるのは天竜と、テリーゴディであります。さあ顔を割られました、天竜顔を割られました。流血の天竜、最後の最後の勝負、日本武道館興奮のるつぼ。リングサイドのお客さん立ち上がっている。リングサイド、これはスタンハンセンとカバー、カバーの左肘はもう完全にくの字、もう足が折れたかもしれません。それほどのダメージを受けている。さあリング上、天竜対、天竜対テリーゴディ、テリーゴディまた立ち上がった。まだ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 パワーボムがあるな、足を取ったら首がダメージ、ボールカッテージホールド、ワンツーを叫ぶ、心から叫ぶ日本武道館。もしもしテリーゴディ、スタンハンセンが勝ちますと、ワールドタッグのベルトも海外流出という最悪の結果になってしまいます。天竜川田歯止めになるかどうか、ワールドタッグのベルトもかかった大一番。さあダブルブレンバスター、ここまで打たれてますよ天竜が。馬場さん、そうですね、まあ、さっきね川田が頑張って助けに入ったんですけど、その後またやられましたね。やられましたね。川田の姿はリングの中にありません。戦っているのは天竜一人、戦っているのは天竜一人。さあ天竜がどこまで持ちこたえることができるんでありましょうか。またキック、キック、スタンハンセンのキック、顔面の内側くる。さらに流血がひどくなった、さらに流血がひどくなった。後ろに下がる天竜、これがスタンハンセンだ。さあベルトは俺のもの、足を取った。膝球児、膝球児ガッチリが決めたぞ。膝球児に決めている。天竜逆襲、逆襲のボタン、天竜行ったぞ、膝球児に行ったぞ。時間が経過する、これでギブアップを取れば最高だよ。テリーゴディ来た、テリーゴディの足が速い、また打った。頭を抱える天竜、この間にスタンハンセンが生き返ってしまうんです。なんと息の合ったコンビ、スタンハンセンとテリーゴディ、まさにこの馬場さん鉄壁のコンビネーションですね。そうですね、こういうのね、もうコンビネーションというよりもね、やっぱり最新というか気合が入ってくるとね、もう、こういうものはもう作戦なんかではありませんからね。あ、なるほどね。さあ今度はスタンハンセンの猛攻を再び天竜が受けてしまいました。さあじゃあスタンハンセンが今度はエルボーを盛んに落としていきます。この特にハンセンの方は天竜をもう目の敵にしておりまして、天竜とはもう俺と個人の戦い、死闘だと公言しています。姿よりも現在は天竜に抱く執着心はものすごいものがあります。そのスタンハンセン、あ、リング下で川田がまた一回ってまいりました。川田一回行った、エクロン、あ、フェンスにぶつけられる。左膝が痛々しい、あ、左膝をねじります。頭から落っこちた、川田バンティック、これで完全に動きを止められてしまいました。リングの流れは天竜とハンセン、さあ男対男の対決、行ったぞ、張り手、じゃあ逆スイン、もう一回倒した。すごい天竜のチョップ、まだ気合が入っています。表には人間ラリアット、人間魚雷ラリアット、テリーゴディ、すさまじい勝負ですね、ボバさん。いや本当に素晴らしい、今年最高の熱戦バウト、まさに戦闘軍団5人がもうありったけの力を出して戦っている。エンジョイエンジョイ、天竜のエンジンがコースを打った。次の技はもう一回エンジョイ、連続天竜再び生き返った。今年最後の試合だ。さあ天竜同盟の証を見せろ。天竜今度は抱え上げてボディスラム、叩き落とした。
執念がこもっている。天竜トップロープに上がった。逆エルボー、空中エルボー、当たった。これも当たった。抑え込んだ。天竜逆転優勝だ。テリーゴディが正面に待っているんです。またちょっと一戦、さあ髪の毛を掴んだ。また流血を浴びたらしい。川田まだリングの中に入れません。もう試合の半分以上が天竜一人で戦っているんです。ドーンバトルになりました。さあ相手は初代ハンセン・ゴディ。ハンセン・ゴディ今度はキックで一発返した。さあ間を取った。円陣一発も円陣を倒れ恐れ今夜の天竜、まだまだ力があるぞ。これぞ天竜だ。天竜対ハンセン、パワーボム、空中でもと舞い上がってパワーボム抑え込んだ。天竜が逆転か。テリーゴディが飛ばれて、今度はテリーゴディのパワーボム、元祖パワーボム。これは試合の権利がない。なんとか続きます。試合の権利があるのはハンセン。ハンセンと天竜の球場、パワーがずっとアウトサイドリング中に入ることさえできません。川田はこの試合から完全に死んだようだ。川田なんとか助けてもらいたい。天竜さあ足に食らいついても勝ちたい天竜。今度はしかしハンセンのマーターチョップ、逆水平のチョップが飛ぶ。天竜を乗った。いやウエスタンラリアット、最後のとどめはウエスタンラリアット。そのまま抑え込んだ。天竜抑え込まれた。天竜 P コールを取られた。天竜が P コールを取られました。最後はウエスタンラリアットスターハンセン、22分42秒6秒でした。まさかが起こりました。天竜がハンセンに敗れて優勝を維持しました。ハンセンテリーゴディ組優勝でございます。馬場さんいかがです。まあね、よく川田やりましたけども、天竜もよく頑張りました。だけどもやっぱりそのハンセンのゴディのねバランスの良さ、天竜が取られました。この点については馬場さん、いや、これこの2人にねこれだけ攻められればね、これはもうしょうがないですよ。でも天竜はよくねその巻き返したりしてましたからね、はい、ですから川田がやっぱり、まあ、この体力負けをしないようにね来年は頑張ってもらいたいですね。はい、悔しい天竜。川田はもうすでにリングサイドで泣いているようです。全くリングの中に入ることができません。川田天竜ピンコールスタンハンセンに取られました。優勝はスタンハンセンテリーゴディ。まさに恐怖戦慄の、しかし馬場さん戦い模様でしたね。そうですね、まあ、最後は天竜は一人で頑張りましたけども、はい、川田もよく頑張りましたよね。いや本当ですね、本当ですね。このチームは素晴らしい成績を残しましたし ね、 そうですね、今の試合なんかやっぱり素晴らしい力を持ってますよね。本当ですね、正直言いまして今年の、まあ、最大の素晴らしいビッグイベント、最大の、ビッグゲームだったのではないかと思います。勝負タイムはもう1回21分飛んで2秒。スタンハンセンテリーゴディチームが優勝いたしました。堂々優勝のスタンハンセンテリーゴディチームには、日本テレビから、大トロフィー並びに100万ドルですか、衣装を贈られる、10万ドルですか、はい、10万ドルの衣装が贈られます。優勝のスタンハンセンとテリーゴディ、見事にまともに堂々とした衣装をご覧いただいておりますが、この後衣装がいろいろと贈られます。優勝は感動申し上げますが、スタンハンセンテリーゴディチーム、そして今各賞が発表になりました。主勲賞が、鶴田チーム、関東賞が今ご覧いただきました天竜チーム、技能賞がタイガーマスクチーム、フェアプレー賞が天田チーム。
は。